しいこともたくさんあったけれどもね、おじさん楽しいこともいっぱいあったでしょ。帰ってまた来てちょうだいよ。また来ればいいやん、ね、ここを回復するから、そのうちにこれはね、溜まっておいて、それで来るときに持ってくる。またいらっしゃい。ね、来る。またね。私来る。あの奥さん置いてね。そうなの。これも。いや、本当だよ。本当だよ。李仁寿、日本名平政仁寿さん、81歳。明治43年、日本は朝鮮を併合。その政策に多くの朝鮮の農民は土地を奪われた。李さんもその一人だった。大正7年日本に渡って以来54年の間、東京の下町で生きてきた。江東区白川町の町会長平谷さんが、大正12年のあの震災、あの時に日本の方が朝鮮の方を非常にあの殺しましたね。こういった時にもこの方は会社そのものが非常にこの人を、ま、かばってくれましてね、そしてこっそりとあの九段会館にですね、あのかくまってくれたんです、うん、本当だったら自分の友達がみんな殺されたんでしょう。日本を恨むわけですよね。ところが絶対に恨まないんですね。もう日本も朝鮮も一つだと。町の人は神のような人だという。第二次大戦の最中、警防団長を務めた李さんは戦争の絶滅を祈って記念碑を建てた。人の善意に国境はなかった。戦後の李さんの生活は奉仕に明け暮れた。子供たちの遊び場や学校への多額の寄付など数え上げればキリがない。ウェハラボジハルモニン、プガンドオッチェコンガンハゲチネオシンニカ。祖国の孫から帰りを待つ手紙が来た。妻の徳寿さんは死ぬ前に祖国をもう一度でいいから見たいと言った。インジェヌンハルパリチョグゲキグハシミョ、ユンソンパルチョンハヌンチョグゲヒョンシルガハン。長い間病床に伏す妻の言葉に李さんの心は動揺した。医師の励ましに李さんは帰国を決意した。人生の大半を過ごした日本を離れ、生まれ故郷に帰る李さん夫婦。帰還船の待つ新潟。あまりー、国交回復のない現在、再び会える日はいつか。悲惨な歴史の中で100万人とも150万人とも言われる日本に来た朝鮮人、そして今なお60万人もの朝鮮の人々が日本にいる事実。朝鮮の人々の血と汗と涙を残して日本を離れる帰還船、それは未だ続く日本の歴史の傷跡ではないだろうか。